アメリカ政府が北朝鮮による制裁逃れに加担していたとして中国の海運会社2社を独自の制裁対象に指定したことに対し中国が反発しました。中方一贯认真严格的执行安理会通过的涉朝决议，是我们坚决反对任何国家根据自身的国内法对中国的实体实施单边制裁和长臂管辖。中国外務省はアメリカ政府に対しすでに抗議していて誤った措置をやめるよう主張しています。アメリカ財務省によりますと中国の大連に拠点を置く海運会社は北朝鮮の情報機関が運営する企業と協力して北朝鮮まで貨物を運んだということです。また別の中国の企業はヨーロッパに駐在する北朝鮮当局者による物資の調達を支援していたとしています。この2社はアメリカとの取引が禁止されアメリカ国内の資産が凍結される予定です。